皆さんこんにちは、工場長の岩下です。本日は本襟掛けと、袖付けハンドの、説明ということで、商品の方をご紹介させていただきたいと思います。まず、本襟掛けなんですけれども、5-1で本襟掛け、この手で上襟をかける、地襟をこういうふうにですね、手でかけていくっていう作業になるんですけれども、これは身ごろ本体と襟と手でつけることによって、まあ、一体感が出るというふうに思っております。この地襟単体でつけることによってですね、伊勢の分量、こうゆとりですね、襟のゆとりを、まあ、手なんで自由に決めることができるっていうのも、魅力の一つかなと思います。あと本襟掛けにすることによって、ここですね、この通常の襟でも非常に着やすいファイバーの服なんですけれども、本襟掛けにすることによって、この襟の外回り、ここが体に対してノンストレスの襟を作るように心がけているので、肩がほぼほぼ凝らないんじゃないかなと思っております。こちらが、地襟を手でつけた洋服になります。地襟は基本的に通常のパターンオーダーの洋服よりも少し片方で1センチ長い襟をつけております。で、長い襟をつけることによって襟が浮くんですけれども、それをアイロンで縮めたり伸ばしたりすることによって、首への吸い付きですね、あと身ごろとの一体感を出すように心がけております。こういう感じですね。ここの上りがきれいについているのが分かっていただけるかなと思います。はい、上襟のかぶせなんですけれども、これは地襟をしっかりとこう身ごろとの一体感を出した後に、表地をハンドできれいに沿わしてつけるっていうところが大事なことだと思います。で、この指で触った時に少しだけこう生地が気持ち動くぐらいの方がゆったりとかかっていいんじゃないかなと。短い襟だとここがどうしてもこう跳ねてきたりもしますんで、これきれいにかかっている襟だと思います。あとこういうところですね、このゴージも手まつりで最終仕上げていきます。なので5-1の本襟掛けっていうのはほぼほぼ、まあ、ここも手縫いですし、端っこも手縫いで、ゴージも手縫いになってます。これでもすごく柔らかい襟になりますので、まあ、着てても違和感のない服になるんじゃないかなと思います。袖付けハンドの説明をしたいと思います。5-1の場合は袖付けの本縫いを絹糸を使って、半返しという特殊な縫い方で、進めてまいります。少し見えにくいかもしれませんけれども、これですね、この下にある糸、これが絹糸で手で縫っております。あと袖とじといいまして、表地、毛陣、肩パッド、あと垂れ綿もそうなんですけれども、全部を留め付ける作業もすべてこういうふうにですね、手で行っております。これによって通常のミシンで縫ったジャケットよりも腕を動かした時の可動域ですね、こう服は着用されたらこう皆さんこう腕を前に動かすことが多いと思います。まあ、上にも動かすことが多いと思います。この動かした時の可動域を広げるために、袖付けをハンドで行っているということになります。あとは付ける時に職人が
左右のバランスをきちっと確かめてつけるので、ここまで美しく袖がつくっていうのも特徴的なことだと思います。はじめまして、縫製部を担当してます三橋と申します。本日は、ハイクオリティオーダー商品で、本襟掛け、袖付けハンドの商品の説明をさせていただきます。まず本襟なんですが、本襟掛け、まず襟の構造としまして、ベースに、襟芯というものがついています。その上に、身頃の表地がかかっているという状態になるんですが、その襟芯をまず身頃につけます。その後襟芯を体になじませて、表地をかける。大丈夫ですかね、まあ、切るんでいいですかね。もう一回一から、いいですか、いきますか、はい、多分切れる、多分まあこうしてるんでしょうね、なんか音つけて切ってくれると思う。ででん。こうボディの上で説明するのが難しいんですよね。わかります、まず地襟をつけてから、地襟を体に身ごろになじませて、その上から表地をかけます。なぜ先に地襟を身ごろにつけるんですか？比較にはなるんですが、通常のオーダー商品、通常の作り方ですと、すべて統一した設計になるので、生地に適したゆとり分量、距離が合わない、合いにくい時もあります。そうならないためにまず地襟をつけてから、上襟をかけるというのが、成功法といいますか、うまくいくやり方になります。身頃と襟がきれいについているとその一体感というのはあるとは思うんだけれども、お客さんが着用された時にその我々が作っている一体感をお客様はどういうふうに捉えられるのかな。例えばなんですが、良くない襟としまして、まあ、抜けるとするじゃないですか、まあ、補正にもよるとは思うんですが、こうなってくると服が逃げてくるんですね。こうなってくるとここが前の肩の部分が当たってきて、非常に着心地の悪くて凝ります。肩が凝ります、間違いなく。そうならないためにもまず地襟をつけて、ここで、襟と身頃をなじませる。しっかりとこのこれが一体感というところですね。なじませた後に自然と上襟をかけていく。これが手でかけてはいってるんですが、そうすることによって、距離が適切な距離が入っていくというふうになります。ということは、ファイブワンはもともと前肩構成っていう新末のやり方をしてますよね。はい。で、肩が前肩の、まあ、着心地っていうところでは、いい評価をいただいているとは思ってるんですけれども、はい、本襟掛けにすると、よりもっともっと通常のパターンオーダーよりも着心地が良くなってくると、はい、いうことでしょうかね。はい、そうですね、素晴らしい、その持ち方は襟が綺麗に見える、気がします。いつもそうやって持ってます。そうですね、なるべく
平らになるように、うん、平らですね。どんどんそうですね、着用大体何回ぐらいでより着心地が良くなってきたりするものなんですかね。やっぱり服っていうのは一度着て一度休ませるっていうのが理想的なので、回数回数じゃあ5回と言ってきましょうか。5は日なんで5回はい、本襟掛けの説明に入ります。襟の、ベースになるのが、このような形になってまして、この上に表地と同じ生地をかけていくことになります。でまずこの芯をアイロンで縮めた状態がこのような形になってまして、外回りの距離ですね、これが一体感というやつを形作ったものになります。でここから、身頃の表地上襟というものをかけていく作業になります。はい、で上襟なんですが、このように癖を取った状態のものを用意しておきます。はい、この襟芯と呼ばれるものは、麻でできてますので非常に伸びます。融通も効くんですが、表地は、服の生地縦糸横糸で作られているので芯より融通は効かなくなるので、癖取りをしっかり行うことによって、なじませていくという作業に、なります。それではかけていきます。で、これは無地なんですが、柄物はしっかり中心を合わせて作業に入ります。で、この書き方何通りかある書き方なんですが、今回のは、身頃の首周りからかけていくやり方になります。この糸印が表の上襟を裁断したときに身頃の乖離線と呼ばれるところですねを印を取ってますので、印を合わせるようにしつけていきます。この時に鎧が程よく入るように裁断の時点で少し調整してかけていく形になります。糸が切れると歯切れが悪い動画になりますとにかくしつけをたくさん打つ作業になりますので、しつけは早く打ってなおかつ早く効くからといって糸をきつくしすぎないように心がけてはいます。ここからまずこの線が決まったので、ここから外に向かって生地を押し付けていく作業になります。なんでここからはずっとこの作業なんですよ。
はい、なんでここからはある程度取ったらもういいような気がします。はい、変にゆとりが入ったりしないようにこうですね、なじませるように、これが一体感を生む秘訣だと思ってます。こんな感じですかね。あとはずっと先ほども説明しました、このしつけをずっと外回りに向かって打っていきました。で、この外回りも線ですね、もうしっかり土台の襟芯に挟み込むようにくるんでます。過不足なくくるむようにしてます。で、ゴージも折り込みして、この後はすべて祭りの作業になるんですが、最後にこのピースと言われる部分を折る作業をしてみたいと思います。はい、で、何でもそうなんですが、やはりしつけを打ちながらゆとりの加減をしっかり考えて、この一体も作業しないといけないんですが、この部分でもそういったところを考えて作業を入ります。また糸がなくなりました。これうまいこと切ってくださいね。はい。すっごいほらこんなことになるんですよね。こんなことになるんですよ。しつけ糸は。はい、いい感じに編集して。はい。細いしつけ糸をあえて使ってるんですけど、なんかね。そうね、切れやすいのもありますし、太い糸をちょっと引くだけで生地が持ってかれてる気がするんですよ。なんで細い糸で、これは普段じゃ生産ラインで流してるしつけミシン糸を使ってます。
120っていうすごい細い弱い糸なんですけど、そうですね、はい、細いので作業終わった後のしつけをほどくのも楽ですね。そうですね。で、こういう風にしつけていくとおそらくなんですけど、うまいことゆとりがこう入ったりしないですよね、うん、片方に引かれるというか寄っていくと思うので、まあ、なるべく抜き刺し、こういう風に一心一心刺しては、こういう風に巻くようにというんですかね。でここでアイロンを当てて、しっかり折り目をつけます。でこのようにしっかり身ごろに貼り付くように、こういうふうに貼り付くように仕上げます。こちらはあえてほどくんですが、あえて悪くしたような形ですね、うん、身ごろから離れがちっていうふうになります。はい、あるでしょうか。影が出てしまいますね。うん。うん、身ごろに。こちらは綺麗に沿っています。はい。袖付けのハンドをやっていきたいと思います。こういうふうにぐしをね、取って、あらかじめ袖が綺麗につくようにアイロンで殺しております。もうこういうふうにしたら、持つだけで綺麗な袖になっていると思います。これは伊勢込みをきちっとアイロンで殺しているから、こういうふうに持っただけでも綺麗な袖になります。ちなみにまだ殺してない袖だと、こういうふうに上がね、立体的にはなってないので、つまめば綺麗にはなりますけど、この分を伊勢込んでると思っていただいたら結構かとは思います。じゃあ袖をつけていきます。これもね、ミシンでつけずに手でつけてはいきます。できるだけ縫うギリギリのところですね、9ミリぐらいのところにしつけを打っていきます。この時も身ごろが安定するように袖をつけることがポイントです。この伊勢のね、加減っていうのも手だと床用にでもできますので、つけるところだけじゃなくてね、3センチぐらい奥が安定するようにつけていくとうまくつくと思いますよ。こういうこともたまにはあります。絡みます。絡んじゃうんですよ。で途中まで来ると一旦袖の持ち感を確かめます。ここですね、前側の持ち感を確かめます。まあ、いい感じなんで、じゃあ次はひっくり返します。ひっくり返して、ここからね、伊勢込みが大量に入ってきますんで、縮める分量を確かめながら
けていきます。山の頂上、片線の付近、片線付近はあまり伊勢を入れないようにします。ここに伊勢を持ってくるとシワになりやすいっていうのと、あと袖山を高く設計しないといけなくなるので、ここは平らにしておいた方がいいです。伊勢は少なく、こっからこの間ですね、伊勢はもうほぼほぼ入ってないような状況になります。差し込み袖の場合とかはまだ変えるんですけれども、今のこのデザインのお洋服だとあまり入れない方がいいと思います。もうね、手で持った時のこの袖の雰囲気を毎度確かめながらしつけを打っていくっていうことがすごく大事な作業なんですね。電気ってね、やっぱり癖がありますし、お客様の体型補正っていうのもありますし、釜底、アームホールの下の方には伊勢は入れないですけれども、ここには少し伊勢を入れてあげた方がいいと思います。腕を前に動かした時、ここの生地は引っ張られますんでね、伊勢を入れて引っ張られる分をカバーしておくと。もうちょっとで最終ですね。常にこう袖と身頃が合うところで、それももう全部手の感覚っすね。はい、これで一緒行きました。で、つけれたら袖の落ち感を確かめます。こんな感じですね。綺麗についてると思いますよ。ちょっとボディがでかいですけど、後ろ側もふわっとするような感じでつけてあげるといいと思います。今袖付けハンドを行いました。これがシルクの糸で縫った半返しっていう縫い方になります。で、こちら見るとこういうふうに
糸が一直線になっているのが分かると思います。で、半返しの特徴は分かりますかね。こうやった時に糸が伸びてるんですよ。力を入れた時に糸が伸びるんです。この縫い方をわざわざしてるっていうことですね。これで運動機能を高めようとしてます。こういう感じです。見えますか？はいはい。じゃあ次シルクで縫っていきたいと思います。座ります。はい。一回ちょっと止め、あ、前か前か、よいしょ。いや、硬いところやねん、ここ。この袖周りを縫うときだけ、だけではないんだけど、基本的に足を組んで縫うことってあんましないんですよ。職人さんも5-1も。多分ですけど。5-1は特にやね。普通の祭りとかやったら絶対足組まさないんで。ただ袖付けの時はこの足を組んでここを台にして付けていくっていうのがよくね、職人さんの映像で見られるやつやけど、こういってここでこう半分塗って半分返すみたいな感じですね。で、常に袖をきれいに、きれいな状態に持ちながら進めていきます。この糸をね、引くとき、この作業のときにあんまり力いっぱい引かないように、ちょうど生地と糸の間に少しだけ、もう本当の気持ちだけゆとりが入るような感じですかね。ぐっと引くと固まってしまってもう動かなくなっちゃいますんで、そこは縫うときの注意ポイントですね。だいたい片袖でどうでしょう、早い人でも15分以上はかかりますね。通常のミシンで言ったら両袖縫うのに5分もかからないとは思います。それだけ手縫いっていうのはやっぱり時間はかかりますね。しっかり縫っていくことが大事です。これも1センチの縫い代なんですけど、1センチの線がこう書いてあるわけではありませんので、目で見ながらここ1センチかなと思ったところを縫ってると。それだけでもね、結構技術がいるんですよ。1センチ毎回入れていくっていうのは、例えばよいしょ、ちょっと待ってくださいね。びっくりしますよ。いきますよ。はいはい、1センチやろ、ぴったり1センチ。もうこれも僕ら目にね、定規入ってるんですよ。あれ、おもんない。これいつもね、言うんですよ。でもね、5-1のオペレーターね、だいたい1センチ、1センチまではみんな見破るんちゃうかな。だから、これ何ミリって言ったら3ミリ。これ何ミリって言ったら4ミリとかっていうのは言うで。オペレーター。なあ、ミッチ。細かいよね、やっぱ。1センチ超えてくるとちょっと難しいよね。そんなことない。
1.1 と 1.2 の判別は難しいのよ。1センチでも超え出すと少し太く見える。そうやね。だから1センチ超えて太って感じたらやっぱ 1.1 やったり 1.2 やったりはするよね。うん、やっぱちょっと太い。まあなんか太いなと思って。うん。でも大体これはね、1年以内に身につけないといけない技なんですよ。なんかその定規で線引いて書くっていうのもね、いいんですけれども、やっぱりプロはそういうことに時間を費やしてはいけないと思いますんで。これで一周ですね。あ、おつゆ飛んだ。はい、OK かな。なんなら僕の方はとりあえず OK かな。はい、閉じ、ほら、よいしょ。はい、じゃあ行きます。これをね、手で袖閉じをするっていうのが非常にいいんですよ。これが動くんすよ、閉じが。よいしょ。うわ、だいぶかかりよる。この地縫いの1ミリのところに貼り出して、でまた針を戻して、こういう感じに留めつけていきます。もう全部の生地を一緒に止めるっていうのがミソなんですよ。で、5ミリぐらいですかね。ちょっと返してこの糸ね、この糸、この糸が指で動かした時にこうちょっと動くぐらいになってる方がいいです。これきつく締めすぎるとこれ全く動かなくなるんで、ちょっとこうやったら遊ぶぐらいがいいと思います。これはあんまり細かくしすぎると良くないと思ってます。細かいとね、結局糸の入る本数が多くなるんで動きづらい袖になっちゃうんで、止まっていれば大丈夫なんで。表裏をこう確認しながらやっていきます。ここでこの糸も2本取りでやる人もいれば1本取りでやる人もいますんで、こういう感じですね。これが手で閉じた外閉じに、あ、中閉じですね、ごめんなさい、中閉じになります。手で留めた中閉じね。この糸はもう関係ありませんので、これですね。これが裏地、形人、表地、身頃で袖の全部を留めてるしつけになります。だから服って袖はこれだけの、この糸だけで止まってるんですよね。表に返すとここを留めてる、全部を一体化させてる糸っていうのはこの子だけになるんですよ。だからこんだけの本数でも全然いけるんで、これやったら人間の体に合わせて、その動きに合わせて糸が伸びたり縮んだり多少ねしてくれますんで、まあ、縮むことはあんまりないとは思うんやけどね。こう生地って伸びたり縮んだりするじゃないですか。
するよね。ね、その動きにこいつがついてくるっていう感じですよ。こいつ自体が縮むとは考えにくいねんけどね、この糸自体が縮むっていうことは考えにくいんだけど、この前肩、ここの骨出てるとこあるじゃないですか、こう来ていくとこれがどんどんこういう動き、腕を動かした時にこういう動きになってくると、袖付けのシルクの糸は伸びてくるわけですよね。そしたらこっちに入ってるこの糸が追随しないと、そのシルクが伸びてる意味がないっていうことになるよね。だからこの袖をなんでハンドで付けたか、なんで袖閉じをハンドでやらないといけないのかっていうのは、結局は連動しとかないと技術はダメですよっていう話です。はい、でこれをぐるり一周いけば、袖完成になります。